ジャッジ、ジャッジ、ジャッジ、レディーファイト。さあ試合が始まりました。いきなり足を回してきました。マーク・コールマンとマウリシオ将軍の試合です。さあこの両者初めて組み合った。さあそしてマーク・コールマンが後ろに行く。ここは将軍が避けた。体を回したが、さあここは早くも捕まえているぞ。しかしコールマンのこのパワー、いやーいきなり三角の構えに入ろうとした将軍ですが、ここはマーク・コールマンのパワーです。さあそして足を取っている、足を取っているぞ将軍。ちょっと計算外の、相手からしたら計算外の動きしてくる。そうですね。さあそして早い、さあ足首を早くも決めるか、早くも決めるか。さあコールマンの顔がピンチになりますと好調していきます。しかしここは足を取った、逆にコールマンです。そしてどうした、止めたぞ。どうした、どうした、肘や怪我した、あーっと肘をやったか、脱臼じゃない、肘の脱臼かもしれませんが、あーっと変な方向に将軍の腕が、これは曲がってしまっている。ここで今